イオンモール沖縄ライカムは沖縄県中上郡北中城村に立地するイオンモール運営のショッピングセンター。1946年から米陸軍の保養施設となっていた合わせメドーズゴルフクラブ米軍基地キャンプズケランの米海兵隊ゴルフ場合わせゴルフ場が条件付き変換され合わせ土地区画整理事業区で建設された多機能複合型ショッピングモール。 当初は2013年秋の開業が予定されていた。計画、着工時の過剰は4モール北中ぐスく。商業面積は8万6千平方メートル、開業当時でも7万8千平方メートルと、沖縄県内最大の規模を誇り、証券は沖縄本島全域に及ぶ。また、本施設は他の4モール店舗と異なり、 リゾートモールとして位置づけられており、地元客のみならず、県外から訪れる観光客もターゲットとなっている。これまで、沖縄県におけるイオングループのショッピングセンターは、イオン琉球が運営するイオンショッピングセンターで展開していたが、ショッピングセンター全体をイオンモール株式会社が運営するイオンモールとしての出展は、沖縄県初となった。 1955年頃の琉球米軍司令部名称にあるライカムとは、かつて北中臼区村ひか地区に置かれていた琉球米軍司令部の略であり、本施設が地区周辺にあるライカム交差点に隣接していることや、ライカムの名称が沖縄県民に浸透していることから名付けられた。2019年9月7日には、当施設を中心とする 周辺一帯の住所が、ジライカムに変更となった。イオンモール・ライヒャム・アクアリウム上から見た、ライカム・アクアリウム本施設は、地上5階建てで、1階の専門店街は隣接する、駐車場の一部を店舗化し増床されている。吹き抜けスペースには、大型水槽、ライカム・アクアリウムが設置されており、トラフザメやナポレオン・フィッシュなどの大型魚なども展示されている。 水量は100トンを超えており、水族館を除いた商業施設内の水槽としては日本最大級となる。外部棟、ライカムビレッジ敷地内には地元在住の陶芸家によるシーサー像が設置されており、入り口付近には本施設が建設された場所にあった旧寺、日下集落の石碑が建立されている。このほか外部棟、ライカムビレッジは、 庭園デザイナーの石原和幸が造園を手掛けている。フロアの詳細については、フロアガイドを参照。各店舗は、イオン琉球が運営する、イオンスタイルライカムである。開店当初は、イオンライカム店を名乗っており、店内看板や公式サイトの、イーンスタイル表記とは異なっていた。開業当時は、約230店舗が入居しており、うち九州。 沖縄地区発出店が49店舗、沖縄県発出店が70店舗である。テナントの詳細については、ショップリストを参照。シネマラ・アイカムは、沖縄県の映画館チェーンである、スター・シアターズ系列のシネマコンプレックスで、本施設の4階に位置する。上映面数は9スクリーンで、収容人数は1403人。イオン、イオンモール。 沖縄ライカム刷新、専門店ゾーン新設、流通ニュース、2019年12月14日閲覧。イオンボール、2015年春に、沖縄に出店、延べ床10万平方メートル以上、流通ニュース、2019年12月14日閲覧。北中城村ま村町づくり基本構想、報告書北中城村、2019年12月14日。 閲覧。大型 SC13 年開店合わせゴルフ場跡、2500人、新規雇用。琉球新報。2016年3月9日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年12月14日閲覧。SC10 万平方メートル県内最大規模、H25 年秋オープン目指す。沖縄建設新聞。2019年12月14日閲覧。 イオンモール沖縄ライカムオープン開店前に1万1000人の列。沖縄タイムス。2019年12月14日閲覧。沖縄、最大は譲らないイオンライカム、面積拡大でリニューアルパルコと三栄の同規模施設を意識化。沖縄タイムス。2019年12月14日閲覧。イオンモール、沖縄ライカムの競合対策。商業界。 2019年12月14日閲覧。イオンモール、沖縄ライカム2015年春開業。f a s h i o n s n a p c o m 2019年12月14日閲覧。北中城すのイオンモール、沖縄ライカムに沖縄タイムス http://www.okinatimes.co.jp:/article.php <ッ>、ok、w id イコール621302015年6月7日、閲覧。イオンモールが、北中グスクの存同名に、初の命名権取得。沖縄タイムス。2019年12月18日閲覧。ab, イオン。 イオンモール、沖縄ライカム刷新、専門店ゾーン新設、流通ニュース、2019年12月14日閲覧。米軍司令部の名前が、地名に、沖縄県北中城村、地雷カム、2019年秋にも誕生へ、沖縄タイムズ、オリジナルの2021年2月9日、時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20210209183131/https:www.okin-a-w-a-t-i-m-e-s.co.jp/articles/2201342021 年2月9日閲覧。水槽の管理運営に関しては、 一般財団法人沖縄中良島財団が協力を行っている。AB、沖縄最大規模のリゾートショッピングモール、イオンモール、沖縄ライカムが4月25日オープン。トラベルウォッチ、2019年12月18日、閲覧。イオンモール、沖縄ライカム石原和幸デザイン研究所、2019年12月18日、閲覧。 シネマライカムのアクセス、上映時間、映画館情報映画の時間、2019年12月18日、閲覧。ありがとうございます。